画面の前の皆様、こんにちは。ベルクラでございます。久しぶりのナイト・オブ・ザ・デッド。ゾンビの世界でサバイバル。えー、このゾンビの世界をぶっ壊していこうっていうね、そういったね、えー、ゲームでございます。まあ、この島から脱出するみたいな大まかなストーリーはあるんですけども、こちらのゲーム、なんと今、ベータとして、えー、なんかいろいろと変わった、もう、 建築物やら配置やらなんやら性能やらなんやらが全部変わった新しい世界ができたということでそれをちょっと探検していきたいかなと思います一体どんなものが変わったのかうん、なんかバイクとかも作れるようになったりとかしてるらしいですねっていうかもう最初生まれてからちょっと歩いてみたんですけどなんだこの袋みたいななんかオブジェクトもそうだしほらこんな家とかあったかなっていうぐらい あの変わったものがありますね。バス停とかもあるし。で、えー、ちょっとカスタムサーバーで、えー、やっております。で、新 PC だから、だいぶゾンビとか病がさ、してくれるんじゃないかなと思ってますね。いや畑みたいな、ほら、あんな、あれなんか石のテクスチャーもちょっと変わった。ほら、あの、あれだね。こういった、 アイコンもグラフィック変わってるしなんならんレンチが必要さらにブレイクする上のブレイクがあるんだね壊す上の壊すがある石のテクスチャーとかも変わってるね何だろうこれ取れんのかなちょっとやってみようかなこれこれど何,何の石なんだろう 普通の石の色よりなんかオレンジ色してるのねでこのゲームですね知らない人のために説明しますけど右上見てもらうと分かりますがあれ時計周りにねどんどんメーター溜まっていって回りきると1日1回ゾンビの大群が襲ってくるんですねそれをいかに耐えるかっていうのが大事なゲームです相変わらずハゲの女ゾンビいるんだねこれ よし。まあ、ベータなんで、いろいろと不具合もある可能性がっていう話らしいですが。一軒家。っていうか、ここに住もうかな、私。今日は。おおここをうちとする。ここをうちとするぞ。い狭いな、うちにしては。あ、なんか、カビの生えたポテトチップス。 HP マイナス10やん腐った濃いいやいやえっ寒いゾーンで生き延びるために使うへえ自動販売機関も入手できる豆は大丈夫腐ったヘルシーなジュースいやもう <laughs> いやもう腐ってたらヘルシーじゃないのよこれはうん何言ってんのかなさすがだね何があるあっこれ分解するやつか あっ結構弾薬入ってるえー、なんか調べられるとこ増えてるね何をい切ってんだ俺ああでゲロゲロゲロゾンビあいつ三を撃ってくるからげー,ケー どれちょっと見てみようか。最初は物が大事だからね。ちゃんと打った球は回収していくよああ。釘とかね。え、こんなものも。あ前から検索できたっけ。あ弾だ。えー、もうこんなところで銃弾が手に入るんだ。初期で結構もう、アイテム豊富だね。いや、ここに住もうかな、私。 初日は何これクランプ。近接武器のサブパーツ。手作りで機材。あこれ武器をさらにカスタマイズできるんだ。近接武器のハンドル。手作りで機材。おおトゲ。いや。修理キットなるものをもうすでにアイテムとして存在してあれもう持てないのマジか。いや、ちょっともう持てないってすごいな。 よしここ自分チンします <laughs> いやもう、こういう世紀末の世界になったらもう宣言したもん勝ちだからね。えー、とりあえず作業台とかを作っときたいね。えー、まずこれをなんかアップグレードするみたいな話もね、出てたんで、とりあえずここに隣接させといて、アップグレードできるか。 あセメントレンガとかそういう系が必要になってくるんだ。OKOK。で、えー、作業台。まあ、家の中狭すぎるんで、いや、普通のね、1L とか,か考えてみてください。上京して 1L でも贅沢な話なんですけど、その中に作業台入ってたら、もうとんでもないことになるでしょ。なんでこんなもんうちに作っちゃったみたいな。<laughs> なんでうちで <laughs>。 こんな、こんなでかいもの買ってたんだ、アマゾンでみたいなさ。そんなことになりますからね。本当に。えー、裏手らへんにしときましょうか。とりあえず。仮置きでね。工業用作業台。おおいいじゃん。どっちが表だこうかな。なんか、この辺のグラフィックもちょっと変わってるみたいですね。うん。 いやいいななんか新鮮な気持ちでできるのっていいですね。在庫がいっぱい。えー、さらに、えっとですね、これで、機材を、釘とかを、いくつか作りまして、で、レンガとかはまだ作れないのか。っていうか、レベルアップできるな、これ。家ん中とか、ちょっと調べてみようか。 その中に入ってるかも結構。もしかすると。まあ、その代わりゾンビもいそうだが。絶対いるよな。はい。はい。頭に、はい。ピンヘッドみたいになりますよ。ピン様みたいになりますよ。と。はい、そういうことだ。さあ、分解していきましょう。釘、レンガ、セメント。これ 積極的に取っていこうえー、あ釘手に入ったねこれは欲しいまあまあこれと中で取っとくか <laughs> 気づくのが遅くなったようだなあげ茶瓶よ全部いただくぞ あープラか。まあ、ダクトテープとかもね、必要なんで。一応全部取っとこうか。今あ、これこれ。うん、まあ、でも全部取っとこうか。一応。レンガとセメントないかなぁ。<laughs> ちょっと後、あとで取ろう。ここの銃弾は。うん。ありすぎよ。 いろいろと。え、なにこれお、クローゼットみたいだ <laughs>、えー。ええ、やりとかもちょっと、1個、1個いただいていいかなやり1個。サブマシンが。斧特上あんだけど。ナイフ、特上もあるしさ。ナイフ、 いしょえ鶴橋レアえ、こういうのもあんだ。うん。とりあえず、あんまり取りすぎてもあれなんで。鶴橋レアにして、ああ、武器のレアリティってでも結構変わってくるのかもね。こうやって。で、あれなんだろうね。あのー、レアリティが上がれば、早く切り倒せたりとか、そういうことができるんじゃないかな。え、玉もう早速。 していいかな弾ぶっぱしたいね。ちょっと。マシンガンの弾だけいただこうか。ショットガン、スネッパー。拳銃これか。6発か。意外と、ないな。<laughs> 6発だけ手に入った。<laughs> まあまあ、ありちゃいり。で、なんなら武器が手に入ったの大きいね、この槍。 やりってね、つく動作になるんで、結構距離を取りながら戦えていい、初期にはめちゃくちゃいいアイテムなんですよね。あれが実家よね。ちょっと隣の家行ってみましょうか。レンガを求めて。レンガくださーい。おこいつを。レンガくださーい。おレベルアップした。 <laughs> 2発でいけるぞこれよしよしよしあだかのおじさんレンガください,い,いレンガくださいオッケーよしよしごめんくださいレンガないですかぷよぷよのおじさんレンガください カスタムでいろいろといじってあって経験値の入手速度とかもいろいろと用いってあります。はい。はい。オッケー。だからめゴリゴリとレベル上がっていってるね。腐ったコール。勘弁してくれ。<laughs> 腐ったやつ多すぎるやろ。ちょっとやめとこう。あ拳銃の弾ね。 いや目的これじゃないんだけど在庫いっぱいなのよどうしようレンガとかないかなえな、ー、何これこれ何これ横の側のあ鉄とかカウバめっちゃ入ってんだけどこれ冷却水 この中に、これだね。収納ボックス。えんま。<laughs> せんま。うん、引っ越してきたばっかの家みたいになるぞ、これ。全然片付けられないみたいなさ。えー、ここにいらないもの入れておきましょう。なんか作った、 拳銃最初のうちいらないかなと思ってますね。拳銃の弾とか。この辺ね。武器系は、ここをどんどん入れちゃいましょうか。修理キットとかね。こういうのね。うん。あと、あれあー、これアイテムの上のやつ手に入ったら、 ここに、ハマームとか、で、おの、うん。こんな感じでしょうか。よし。オッケー。これで、整理整頓と、トンうん。いい感じ。この、これも全部入れちゃおうか。うーん。ハマー入れて、で、食料ね。食料のやつも。 に取り付けけてえ上行けるなんか上に行けてたの今何これこう上行くとどうなるんだろうもしかして自由にこれ上に重ねられる今回あーでもこういうのいいかもね こんな感じで,で食料系もちょっと入れちゃいましょう硫黄が何なんだろう腐ったやつとかねカビの生えたポテトチップスとか <laughs> えー、卵とかねそのままくと良くないらしいよ卵日本はね別にいい感じだけどほらうちに勝手に不法侵入しないでくださいもう もしにするやつはもう,こう、こてにするぞ、本当狐がいる。あ,あ、逃げられたか。よし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 。で、えー、またアイテムボックス作っていきましょう。他にも、作れるやつ増えてないのかな <laughs> マジで引っ越した後みたいになってんな、これ <laughs>。 えー、ガソリン系とかのリソース入れときましょうか。か残り3時間になってきたんですけども、ちょっとね、面白いものを玄関に作ろうかなと思います。ここね。ここに、ちょっとギロチン玄関勝手に入る人には、そういう罰が待ってる。ギロチン玄関へようこす <laughs>。 で、ここを通らないと、この家に近づけないっぽいですね。ここ閉まってるんでね、こういうとこね。これの耐久度とかあったらあれだけどね。まあ、これでいけるんじゃないかな。あ、振り子も作んなきゃいけないのか。あ、振り子ありだな。振り子ちょっと作ろうか。ちなんか、なんか。ま、いいか。はい。<laughs> 歓迎の振り子あ、でか、ギロチンね。ギロチン。歓迎のギロチン。で、玄関を作ると。お、いいじゃないこの玄関。あ、カッターの方作れって。えー、そっか、そっちの方か。さあ、波が始まりました。しょ最初のウェーブですね。 まあそらくこっから入ってくんじゃないかなと思うんですけどどうなるんだろうバージョンアップしたこのベータでどういった波が来るのかっていうのはあんまり想像つかないんだけどどうなるんだろうねお来てない来た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 あちゃんとそっから入ってくる感じ <laughs> ああ,あえ結構来てるようちに 結構来てんね結構来てんね帰らないでいただきたいおおやっぱちょろっと入ってこれるななんかでかいわしみたいなあそこにあーあれゲットしたかったなあのわしんえ結構初日から量来てるなお やりほほうほほがいいかもしれないね。おーお,ーおー、来るな来るな。ここは通しませんよ。いや、これ素晴らしい玄関だな。これめちゃくちゃいい玄関だね。<笑><笑> この玄関いいぞいざ腎臓腎臓に勝負腎臓じゃないよ肝臓に勝負みたいな感じではい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 おいおいい家の外に家の外にパーンやるぞまだ来るよこれまだ来るまだ来る すげえ終わんないんだけどちょいちょい取ってリロードかましとかないともう全然ギロチン1個じゃ足りないね初手からこんな来るんださすがに終わったかなこれはえ終わってないのこれラスト来るかもしんない玄関へ ラスト来るかもあれが最後のお客様かもねいやいや来てるの来てるぞなんだ終わらねえぞこれさすがに終わりましたかね最後の方でしょういやちょっと待ってえもうタイラント軍来てんだけどいや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 ちょっとまずくないかそれはさすがにうの 意外とタイランと言ってあの体力初期設定弱くしてる分、うん、いいかもねこれ先が思いやられるぐらい最初の1夜目で来てんだけどさすがに来すぎだろこれはいつ終わるんだよウェーブ 終わった音楽切れたいやーよかったやっと終わりかこれではいいやー大変だったよこれ意外とあのすごい人数来てましたわ これは次の夜から油断できませんね。お動物もかかってる。いいよ、いいよ。最初のウサギだ。ちょっと今日は、えー、この後、ちょっと町に出かけていって、どんなもんか変わったのか、確認してみたいなと、はい、思っております。お肉ちゃんとかも焼きたいけど、うーん。 まあ、とりあえず、行きましょうか。よいしょ。用意してからね、行きたいと思いますよ。うん。釘とかももう置いちゃってもいいかもな。腐った系も。腐った系も置いちゃって、このコインが何に使うのかね、よくわかんないんですけど。で、先ほど見たら、あの、車はやっぱ、ほら。 車というか、あのバイク作れます。うんで。エンジンとかタイヤとか組み合わせれば、意外に、あの、行けるかも、早めに。うん。で、装甲車が作れるようになるらしい、将来的に。<laughs> これは作りたいよね。これは作りたいよ。楽しみでしょうがないんだけど。えー、ちょっとこの辺のアイテム全部取って、 ピョンコンコンゴム鉄筋鉄板タイヤきたよしこれで作れるようになったはずだちょっと一致やりましょうよもう作れるオフロードバイクだっていきますよおおちょっと待って外に外に作ろうかこのまま走り出すからねえー、よいしょ できたうお,おいおい、邪魔すんじゃないよ、今の。お祝いの宴をあげるとこだったのに。今何してんの、また。来るな、あ,あお祝いしに来てくれてんのかなへっへっへっへ。<laughs> 来なくていい、来なくていい。今は来なくていいよ。バイクがこれ乗れる燃料。 給油中、あちょっと燃料入れてみようか。入れました。お店って何 <laughs> <laughs> やった <laughs> やった, <laughs> やった <laughs>、えー、よしよしよし。これでちょっと、あの、アイテム取りに行きやすくなるんじゃないかな。 よし、ちょっとこれ、アイテムもバーン置いて、回収しに行きましょう、いろいろとああ。結構これ。60キロぐらいが限度みたいな。あ、それでも楽だな、これ。いや、早いわ。 スタミナもつかなくていいしはいはいうんと別に道路を走る必要もないしねカラ<ロ>ス <laughs> カラス引いたのにあいつ無敵か <laughs> いや快適すぎないこれぶっ壊れんのかなでも結構先かな山とか登れんのあ意外と登れるぞ狼もいたが追いつけない狼程度もう何の怖さもないよ 操作が難しいガイドゾンビ引いてみたいねこれででもバーン跳ね飛ばしてやるわどこうんら <laughs> うんらいや跳ね飛ばせるよちょっとあんまり飛ばないやつようだなうい、跳ね飛ばしてやろうかよしここに止めよう ブラダイナミック到着だやばないえめっちゃ広ないえ次の町みたいなのあるぞえー、めっちゃ進化でしょちょちょちょこの先も何かあんだけどやばいな行くとこめっちゃ増えてるな これだな警察署これだな来た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 これ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 来これた来た来たたたえ結構やべえぞ警察署員がめちゃくちゃいるぞここ攻略するのめっちゃ大変かもしれないおいおいおい,おい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  あーけいやもう囚人まで襲いかかってきてる <laughs> <laughs> なんだこれ俺はじけろいい加減にしろ <laughs> だってシーリングライトで 照ららしながらいきましょうえー、こうしないとなんかこの警察署もう夜みたいに暗いねなんか <laughs> でこれねこの装備もね実はあるんですよね <laughs> あった警察のピストルまあ一キ一応普通のやつも取っとこうか 銃も使っていこうかなえこれ1個ず1個1個もしや玉入ってんの弾入ってんのかいこれ1 <laughs> 個1個玉入ってんのかい <laughs> やべえなこれちょっとハンドガン威力試しお一人称になる構えるとおおかっこいいこれ勝ったなあいいね ン感感強いじゃんおっ声もあんのかマジかサウマシンガンの超レアきちゃったわうんやってやるやってやるランピとタリともここは通さんよ 警察署に来る者よ全員始末してやろうやっぱ威力減衰みたいなのあるのかなちょうどここ明,明るくしてあるからね ok。そろそろアサルトライフルも使っていってみようか。ああ、来た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 。たいいよ、いいよ。どんどん来た。まえいくらでも相手になってやろう。じゃねえか。よし,し,し、よし、よし。 やってくるじゃいいねいいねちょいちょいヘッドショット打ってくぜよし終わったここを実家とする <laughs> ここを実家とする私の はい。そんなわけで、えー、やっぱりゾンビには銃が最強というわけですね。今後はここもう銃で乗り切っていこうかなと思います。ここを拠点にしてね。うん。ここにいろいろな仕掛けをね、えー、やって、最強の刑務所にしましょう。はい。そんなこんなでよかったら評価の方をどうぞよろしくお願いいたします。それでは皆さんの良きゲームライフの方に乗っております。ベルクラでございました。お疲れ様です。 チャンネル登録画面のボタンからベルマークを押すと動画更新時に通知が行きますのでチェックしてみてください